大久保町駅は、富山県富山市で大久保にあった富山地方、鉄道笹津線の駅である。笹津線の廃線に伴い1975年4月1日に廃駅となった。1969年8月30日から廃止時まで朝夕1往復ずつ運行されていた急行列車の停車駅であった。廃止時点で島式ホーム一面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。西側が上り線、東側が下り線となっていた。その他駅舎側本線の南富山方から右側に分岐し駅舎と本線の間を通り再び駅舎側本線に合流する側線を一線有していた。職員配置駅となっていた。駅舎は構内の西側に位置し、ホームとは側線を渡り、ホーム北側の階段とを結ぶ構内踏切で連絡していた。ホームには上屋を有した。また側線もホームを有し、このホームは富山鉄道時代からのものと伝えられていた。列車交換は昼間帯の列車のほとんどが当駅で行った。通標は上野駅当駅間が、当駅大沢野町八木山駅間がであった。富山軽便鉄道時代の当駅は停車場として開業していた。旧上新川郡大久保町の中心駅であり、沿線最大の駅であった。当駅付近から神通川の扇状地の勾配に差し掛かり、途中には 16.7 パーミルの勾配標が設置されていた。駅跡地は道路となった部分以外が下大久保停車場公園として整備された。1998年時点では駅にあった桜の老木が残っていた。2007年9月時点では駅舎のあった位置には公衆トイレが設置されていた。2008年時点も同様でかつての駅前商店も残り、鉄道があった当時の面影が残っていた。また、当駅跡付近の線路跡は、1998年時点では、当線廃線後に南富山駅に本線今井駅の間を東西に走る形で開通した国道359号の取り付け道路付近から田村町駅、後南側付近までは2車線の舗装道路となっていた。2008年時点でも同様で、当駅跡付近の道路は、富山県道318号笹津安養寺線となっていた。ありがとうございます。